今日で6アンダーということでしたが、振り返ってみていかがでしたか。そうですね、ショットもすごく良くて、パッティングも久しぶりに決まってくれたので、それがスコアにつながったと思います。そうですね、昨日も今日も、同じ形でこう守るところは守って攻めるところはしっかり攻めるっていうのを心がけてプレーしました。そうですね、後半、バーディーパットがなかなか決まらなかったんですけど、最後に長いのが入ってくれたのですごくいい終わり方ができたと思います。昨日も今日も、自分のプレーにしっかり集中することを心がけたので、明日もしっかり集中して頑張りたいと思います。